はい、ああ、今日ドライブトーク、よろしくお願いします。お願いします。今日ちょっと言いたいことあってさ、もうこの時期、まあ毎年、言ってることなんですけど、学校に行けなくなる子たち、不登校の子たちいるじゃないですか。学校に行けない子たち、もしね、ずっと行く場所がなくて、家に閉じこもってるぐらいなら、ブックアイランドに置いて。学校に行けなくなっちゃった時にさ、学生さん、子供たちってさ、なんか、他のところに行くっていう発想になかなか行かないらしいんだよね、どうやら。やっぱり、学校をサボっちゃってるっていうさ、引け目があるから、どっかに遊びに行こうとか思わないし、どっか例えば他の商業施設とかなんかどっかお買い物にとか言っても、例えば他の友達にバレちゃったらやだなとかね。学校に行けてないのになんでそこに行ってるんだよみたいに言われるのが嫌なのかな。わかんない。とりあえずだから、学校に行けないと、もう家に閉じこもっちゃう子が非常に多いわけよ。でも、家に閉じこもっても、おそらく何の解決というか、プラスの方に向かうことってすごく少ないと思うのね。やっぱり家でこうやって考えてもさ、ほら、俺らもわかるけどさ、考えても考えても答えの出ないことは出ないじゃん、答えって。だから、やっぱり体を動かすとか、全然別のところに行くとかが必要なんだけど、どうも、やっぱりそういう子供たちってやっぱり、家とさ、学校しか世界がない子が多いじゃん。まあ、もう、人によってはほら、塾だとかね、あとは習い事とか世界が他にもある子たちはいるけど、結構メインの場所って家と学校じゃん。で、そのうちの一つ、学校にちょっと行きづらくなっちゃった子たちって本当に居場所がなくて家にいることが多いんだけど、やっぱり外に出ることはすごく大事だと思うんだ。でも、だからさっきも言ったように、近所だとさ、あいつ学校いないのにどこどこにいたぜなんて言われたらすごく嫌じゃないか。でも、だからうちの店はもう初めから言っとく。学校に行けないやつでも来ていいからね。っていうか結構いるから、そういう子たち。学校に行けない子たちでも、昼間から来て遊んでるっていう子はいます。でもって、なんだろう。カードゲームってすごくいいなと思うのは、コミュニケーションツールじゃん。人と人とで面と向かって対戦するから、やっぱり話もするし、特に友達もできやすいと思うの。で、うちの店も結構まあ長いことやってるから、結構そういう子いたんだよね。まあ今もいるし、結構その、学校に行けないから来て、で、うちの店で、友達ができて、こっから先は推測だけど、友達ができてやっぱりコミュニケーションを取る自信がつくことによって、なんだろう、自分に自信がつく。で、学校にちょっと戻れるようになるみたいな、そういう風になるケースもあるし、もちろんダメなやつはダメなんだけどね。でも、そういう風に、できるきっかけにはなると思うんだ。で、なんだろう。そういうことを、お店であるうちとか、僕とかはそういうのはもちろん責めないし、学校行きたくないんだって言ったら、そういうこともあるよね。まあでもいいじゃんよ。ここでゆっくり遊んでけよっていう感じでできるので、ぜひ勇気を出して、おいで。でもって、最初に一言だけ僕とかマッチーとかに声かけて、ちょっと学校行けないんだけどって言って。で、ここ初めてだから友達もいないんだみたいに言ってくれれば、対戦相手紹介するし、そういうにできると思うんだ。実際ね、結構本当にいるの。あ、学生に限った話じゃないんだよ。社会人でもいるの。社会人でもさ、今休職中なんです。なんか鬱になっちゃってみたいな感じのやつがいて、これ最近直近だとね、Y 君、特に名を伏す Y 君って子が、1、2年ぶりかな、来てさ、あれお前就職したんじゃなかったっけ、どうしたつったら、いや、ちょっと休職してて、つって、どうしたんだよつったら、心を病んでしまって、とか、何言ってんだお前はつって。で、もう元々そんなね、明るい子ではなかったんだけど、まあ来て、DMA の対戦してたな。まあ、2、3回今来てんのかな。だ、それでもやっぱり、そういう状態になっちゃうと、どこにも行く気しなくて、うちに来る、久しぶりにうちに来るまでもちょっと時間かかったらしいんだけどね。でもきっとそれで何度かまあ、
来ることできっとちょっとずつ話す。だって家にいても人と話さないからね。お母さんとしか話しませんって言ってたからさ。だからそういう風なきっかけになると思うんですよ。だから不登校の子供たち、特に居場所がない子たちはぜひうちに来てくれよ。話聞くし、うん、いじめとかの相談とかも全然聞くし、でもいじめの相談受けたら俺大体筋肉つけろしか言わないんだけどね。うん、もう言わないんだけど、でもなんつうのかな、そういう居場所でありたいと思ってるし、うん、でなんならそういう経験をした奴らもたくさんいるわけよ。俺も学校行けない時期あったよみたいなね、あと昔いじめられてたよとか、そういう話も結構できる連中も多いからさ、学校に行けなくて家で一人でこんなになってる、もしくはずっとスマホのゲームやってるとかだと余計ダウンしちゃうから、一回だけその勇気を出してうちに来てくれたらなんか変わるかもしれないからさ、ぜひ来てほしいなと思ってます。結構しょっちゅうこういう動画出してるんだけどね。うん、どうですか近藤さん。はい、うん、いや、いい、素晴らしい。何が、なんで笑うんだよそうそう、そういうのをや、うん、でもそれって本当じゃん、なんかまあ、うん、お店の方針ですから、方針というか、ね、うん、そう、そうなの。そこはね、ブレてないもんね。ブレてないですよ。そうなんです。だから距離感が近すぎるとかよく言われるけど、近いんで、近いんだよまあそういうことでやってるんで、よろしくお願いします。はい、じゃあまた。